はい、もちろん、スワクテカと申します。それじゃあ、今回もね、購入紹介動画やっていきたいと思います。はい。これはね、ちょっとね、なんか、内容としては多分、しょぼいと思います。で、これね、今から、ちょっと大量に買ったんですけど、本当はね、もっと大量に来てから、紹介動画撮ろうかなと思ったんですよ、購入紹介。でも、全然届かないんで、もう、しゃあないんで、あれです。これだけでも開けます。はい。はい、一体何なのか。はい、いきます。こちらです。べーん、若い忍者。はい。あいえー、なんで忍者なんでというわけです。そう、忍者を組もうと思ってるんですよ。実は。こちら忍者ね。V ジャンプの特典のやつなんですけど。いやー、忍者。実はこの忍者がなんかサイヤさんの CS でしたっけ？それで優勝したんですかね、忍者を使っていたプレイヤーの人が。で、その人がね、昔、何年も前から忍者を研究していた人らしくて、僕もそのノートを見たんですけど、すごい詳しく書いてて、あ、これは面白そうだなと。ぜひパク、使ってみたいなと。パクるんですけどね。まあ、誤解を恐れず真実言います。パクるっていうね。使ってみたい。ものすごく面白そうだから、使ってみたいということで、ちょっと一から集めようかなと思います。はい。だけど、まだ全然届いてないんですよ。はい。ほんと、まあ、全く届いてないんで、全部揃うのに、あと2、3週間ぐらいは、はい、かかるかもしれません。だからまあ、多分、対戦動画とかも、撮るのそれぐらいになっちゃうので、その頃には、ね、診断も発売されてるから、環境変わってるんじゃないかなとは思うんですけどね。もう特にこれ出る頃には、診断サイ、ネオストーンだっけ、サイバーネオストーンだっけ、それも発売されてると思うから、環境もね、全然違ってきてると思う。ではまあ、いつか、まあ、揃うのがいつか分かんないんですけど、忍者デッキは組もうと思ってますけど、もし、それをね、楽しみにしている方がいれば、交互期待ということで。はい、お待ちください。それでは、アクテガでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。